背景です。今回は滝沢夏生が爆発、西武2軍 VS DeNA 2軍試合レポートということで、今回はですね、本日行われましたイースタンリーグライオンズ対 DeNA の試合を振り返っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、話していきたいと思います。まずはですね、今日の試合のスコアから見ていきましょう。9対3でライオンズの勝利ということでしたね。まあ、今日はね、本当に大勝ということでした。昨日の試合ではですね、オイシックスに、まあ、無得点ということで、なかなか点を取れなかったライオンズ、今日はですね、ベイスターズ相手に、まあ、9得点ということで打線が爆発しました。それではどんな試合だったのか見ていきましょう。まずですね、ライオンズ初回の攻撃ですね、1番バッターの長谷川選手がいきなり2ベース、さらに2番の山野選手もヒットで続き、いきなりノーアウト1・3塁のチャンスを作ります。するとバッターガルシア選手の時に相手投手松本投手が牽制を暴投して、まあそれでローせず1点を返すことができました。でガルシア選手は倒れたんですが、その後4番の渡辺健太選手はフォアボール、続くヨーカー選手が三塁線にタイムリーを放ち追加点ということでしたね。まあいきなり初回に2点獲得できたということでした。この日の先発は浜谷投手でしたね。初回は2つの三振を奪う完璧な立ち上がりということだったんですが、2回にワンアウトから戸柱選手にツーベース、さらに益子選手に不運なヒットですね、ちょっとこれベースに当たって跳ねたようなヒットになってしまったんですけれども、そういった不運な形でピンチを招くと、森選手の内野ゴロで1点を失ってしまいます。続く3回にはですね、鮎原選手にソロを許し同点にされてしまうということですね。まあこのホームランちょっともったいなかったかなというふうに思いますね。でライオンズの方もね、なかなか浜谷投手をその後は援護できずというところ、さらに続く4回にも浜谷投手、益子選手にソロホームランを浴びてしまって、まあここでね3対2勝ち越しを許してしまうということで、まあ結構やっぱり今日は基本塁打に泣いた試合だったのかなというふうに思います。ただ今日のライオンズはそれだけでは終わりません。5回6回と浜谷投手はピンチを招いたんですが、なんとか切り抜けてマウンドを降ります。なかなかねやっぱ5点を取れず、迎えた8回、先頭のヨーカー選手がフォアボールで出塁をすると、続く牧野選手がヒット、で川野選手がバントしたんですが、それが結果的に内野安打という形になり、ノーアウトランナー満塁の大チャンス、そして迎えたバッターは滝沢夏生選手です。これ滝沢夏生選手が鮮やかにレフトに2点タイムリーを放ち、逆転に成功しました。その滝沢選手のタイムリーの動画ありますので、ぜひご覧ください。さらにですね、今日はねこれだけでは終わらず、続く古川選手、長谷川選手は倒れたんですが、山野辺選手の内野ゴロで相手がね、まあ、ちょっとミスをして、そこでも追加点という形になりました。さらにですね、ガルシア選手にもタイムリーが飛び出し、この回一気に4点を獲得することができました。続いてはガルシア選手のタイムリーの映像ありますので、ぜひご覧ください。ここでねもう一気にね点を取って突き放したということなんですが、さらに最終回またね点を追加点を取ります。またね先頭ヨーカー選手フォアボール、続く牧野選手がツーベースということでチャンスを作ると、ここからですね8番滝沢選手、9番古川雄大選手、そして1番の長谷川選手、3者連続タイムリーが飛び出して、もう一気にねこの回も3点を獲得しました。まあこういう風にね若い選手たち、まあ、高卒3年目の滝沢選手、2年目の古川選手、4年目の長谷川選手が、まあ、みんなねタイムリーを打ったというところで、まあ、非常に良かったんじゃないかなと思います。この3人のタイムリーもありますので、そちらの映像をご覧ください。
はい、そしてですね、7回は淡津投手、8回大曲投手、9回上田投手がピッチャー陣は投げて、なんとかね、勝利を収めたということになりました。まあ、ちょっとね、序盤浜谷投手がね、打ち込まれた時もあって苦しかったんですが、終盤ね、打線が爆発して、最終的には快勝ということになりました。これでライオンズのね、2軍の方は3勝2敗1分けということでですね、まあ、イースタンリーグでしっかりと貯金を作ることに成功しました。それではまず今日の打撃陣から振り返っていきたいと思います。スタメンから見ていきます。1番センター長谷川選手、2番レフト山野辺選手、3番指名打者ガルシア選手、4番サード渡辺健人選手、5番ファースト陽川選手、6番キャッチャー牧野選手、7番セカンド川野選手、8番ショート滝沢選手、9番ライト古川選手というオーダーでした。まずは1番の長谷川選手から見ていきましょう。長谷川選手がね、もう本当に2軍の方ではめちゃめちゃ無双しているということになっております。まあ、今日もね、猛打賞に1打点ということでですね、打率もね、これで4割2分9厘ということになりました。まあ、明らかに2軍の選手の中では一番1軍に近い選手というか、まあ、トップクラスの選手といっても過言ではないんじゃないかなというふうに思いますね。でもちろん打率っていうところもそうなんですが、まあ、長打も今日出ていますし、まあ、盗塁をね、とにかくめちゃめちゃしているというところがあります。まあ、今日は盗塁なかったんですが、まあ、出場5試合で4盗塁ということでね、驚異的なペースで盗塁をしている。まあ、ここら辺走れるようになってきているというところもまだね、1軍で使うにあたって生かされていくんじゃないかなというふうに思いますね。はい、続いては2番の山野辺選手ですね。山野辺選手も今日4出塁ということで、まあ、めちゃめちゃね、活躍していましたね。まあ、華麗なね、右打ちっていうところも2番として決めていたし、まあ、アプローチも非常に良くて、フォアボールもしっかりと選んで、まあ、三振もなかったというところでした。で、これ打率も3割3分3厘ということでですね、まあ、山野辺選手もやっぱりね、ちょっとでも1軍のチャンスをつかむべく、まあ、躍動しております。はい、続いて3番のガルシア選手ですね。ガルシア選手にね、久々にいい当たりが出たというところでしたね。やっぱりね、なかなかこうボールを捉える力っていうところがまだなくて、まあ、当たってもファールになってしまう打球っていうところが多かった。ただですね、今日はね、このセンター前ヒットの後も、まあ、一応前に飛ばしてサードのゲッツーになってしまったんですが、まあ、三振はね、この残りの2打席はなかったというところ。ただね、ここまで三振率は 43.4% ということで、まあ、かなり多くはなってしまっているかなというところです。はい、続いては4番渡辺健人選手ですね。渡辺健人選手は、まあ、追い込まれてからのアプローチっていうところはそんなに悪くなくて、まあ、結構ね、ファールでついていくシーンっていうところもありました。ただですね、まあ、最終的にはやっぱり空振り三振してしまったっていうところで、あとはですね、やっぱり今日 DeNA もですね、そんなにめちゃめちゃね、こういいピッチャーが投げてきたかっていうと、まあ、ちょくちょく育成の選手だったりとか、まあ、高卒3年目ぐらいの選手たちが結構投げてきたんですよね。まあ、そのクラスの選手たちのボールっていうところを仕留めきれないってなると、まあ、なかなかきついのかなというところはあるので、まあ、こういった部分もう少しね、やっぱりいつも残していけるようになっていってほしいなというふうに思います。はい、続いては5番陽川選手ですね。まあ、陽川選手はね、一応ヒット出たんですけど、このヒットもね、そんなにいい当たりだったかっていうと、まあ、実はですね、ちょっとサードゴロっぽいヒットだったんですよね。なので、まあ、あんまりね、いい当たりだったとは言えなかったんですよね。で、あとはですね、まあ、フォアボール2個選べてるっていうところは、まあ、さすがだなっていうふうには思うんですけれども、守備でですね、ちょっとまずいプレーがあって、まあ、一塁にランナーがいて、で、ピッチャーがね、こう、牽制をして、リオカー選手が、まあ、ランナーが、こう、釣られて飛び出したんですよね。だからもう、強殺プレー、一、二塁間で強殺プレーっていう形になったんですけど、まあ、その強殺プレーをね、ちょっとヨーカー選手が追いすぎてしまって、まあ、投げるタイミング遅くなって結局二塁に進塁されてしまったというシーンがありました。まあ、確実にやっぱアウトを取りたい強殺プレーで、まあ、ベテランの選手がこういうミスをやっぱりしてほしくないかなというふうに思いますね。まあ、若い選手がね、失敗してしまうのは仕方ないんですけど、やっぱりベテランの選手はね、しっかりと決めていきたいないというふうに思うし、やっぱこういうミスをなくしていかないと、なかなかやっぱ一軍には出れないのかなというふうに感じましたね。はい、続いては6番牧野選手です。牧野選手はね、ちょっと最初の3打席は苦しんでいたんですが、まあ、最後の2打席でしっかりと結果を出したというところ、ここは素晴らしかったなというふうに思います。まあ、バッティングの方は最近非常に当たりが出ていますし、試合下の可能性というところも全然あるんじゃないかなというふうに感じましたね。はい、続いては7番川野選手ですね。川野選手もね、まあ、一応バントの内野安打ヒット1本だけということだったんですが、3打席目ですね、3打席目のショートゴロは非常にね、ハードヒットしていた、いい打球で
したし、まあ、そこはね悪くなかったかなというふうに思います。まあ、このレフトフライに関しても結構ね角度は良かったし捉え方悪くなかったので、まあ、そんなにバッティングの状態も悪くないかなというところですね。ただちょっとね見逃し三振っていうところが、まあ、ファームトータル通じて結構多いので、まあ、そこはやっぱ改善していきたい部分かなというふうに思いますね。はい、続いて8番の滝沢選手。今日はもう滝沢夏生選手がヒーローでしたね。まあ、2安打3打点ということでした。ここ最近本当にバッティングの調子っていうところがめちゃめちゃ良くなってきていて、まあ、ファームの打率も3割5分3厘まで一気に上げてきました。で、今日はですねアプローチの部分もすごい良くてですね、スイング率が非常に低かったですね。まあ、ちゃんと打てる球だけを打っていくっていう形だから、フォアボールも選べてるし、確実に甘い球をヒットにすることができた。このアプローチを続けていけば全然2軍でも2割後半から3割ぐらいのアベレージ残せるんじゃないかなっていうふうに思うので、今後もちょっと滝沢夏生選手のバッティングっていうところを注目してみてほしいなというふうに思います。はい、続いては9番古川選手ですね。古川選手はね今日やっぱ2三振っていうところで、まあ、変化球に泳がされてしまったっていうところ、まあ、まだまだやっぱりそこの対応ができていないのかなというところでしたね。まあ、このね変化球をもう少しバットが止まるようになってきたら非常にいいんじゃないかなというふうに思うので、まあ、スイング率をもう少し少なくしていきたいところかなと思います。しかしですね、しっかりと最後の打席、まあ、タイムリーが出たっていうところで、しかもイースタン初打点を記録したっていうところ、ここはお見事だったかなというふうに思います。で、これ第3打席のバント失敗なんですけど、これ3バント失敗だったんですよね。ただですね、まあ、僕としてはやっぱここはなんか首脳陣にやっぱ言いたい部分があって、で、まあ、古川選手にバントさせる必要があるのかどうかっていうところなんですよね。これは僕のあくまで個人的な見解なんで、まあ、皆さんもいろいろ考えると思うんですけど、まあ、古川選手ってやっぱ僕が思うにも将来的には本当にライオンズのもうスラッガーになる選手だと思っていて、将来的には僕バントをやるような選手ではないと思うんですよね。例えば滝沢夏生選手とかも結構2軍でバントしてるんですけど、滝沢選手はもうなんかそういうバッターだと思うんですよね。今後もやっぱりそういう選手として、まあ、生きていく人だと僕は思っています。ただ古川選手はそういうバッターじゃなくて本当に中軸をね打つような選手だと思うので、その選手にわざわざこうスリーバントまでさせる必要があったのかっていうところ、ここはちょっと僕は首脳陣なのか、まあ、これ球団の育成方針なのか分かんないけれども、おかしいなというふうに思いましたね。古川選手はもう本当にハイシーリングな選手になりますので、とにかく打席にいっぱい立たせてやっぱ打たせていく経験っていうのをさせていきたいし、まあ、そういう選手にやっぱりなっていってほしいんですよね。なのでやっぱり2軍っていうところを考えると、もちろん勝つことも大事ではあるけれども、一番は若い選手に経験をさせていく、まあ、育てていくっていう環境だと思いますので、まあね、もちろん状況次第ではあるんだけど、まあ、バントをさせる必要は、まあ、選手によっては僕はないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、こういった部分はちょっと僕もね今後2軍の試合ずっと見ていくので、まあ、注目していきたいかなというふうに思います。はい、野手陣に関してはね、まあ、とにかくね、まあ、みんながねしっかりと出塁をして、まあ、ヒットも打ってっていうところ、素晴らしい試合だったんじゃないかなというふうに思います。はい、続いてはですねピッチャー陣見ていきたいと思うんですけれども、まあ、まずはね浜谷投手ですね。浜谷投手が6回3失点ということでした。まあ、一応3失点はしたんだけど、僕内容面はねめちゃめちゃ良かったなというふうに思っております。まあ、結構不運な内野安打だったりとか、まあ、ポテンヒットだったりとか、まあ、ベースに跳ねたヒットだったりとかっていうところ、結構不運な打球がやっぱ多かったんですよね、ヒットも。で、まあ、その中で結構ホームランもあったんですけれども、まあ、っすぐだったり、まあ、あとはチェンジアップで、さらに曲がり球、カーブ、スライダーっていうところ、あとカットボールもですね、それらで全て奪三振を奪うことができたっていうところで、空振りもしっかりと取れていました。ここが本当に素晴らしかったなと思います。まあ、6回でね9個の三振というところ。昨年はですね奪三振率2軍で 5.51 で、さらに四球率も 3.86 というところで、三振が取れてないことと、あとは余計なフォアボールを出してしまうっていうところ、ここはやっぱり課題だったんですよね。で、1年目は奪三振率も10点台いってて、四死球率も2点台というところでした。なので非常にね今シーズンはここまでパフォーマンス高いので、それ以上のスタッツになるんじゃないかなというふうに思っております。で、教育リーグと合わせると奪三振率が 15.00 で、四死球率 2.00 というところで、もう本当にスタッツ面は言うことないんですよね。あとはやっぱりちょっともったいないホームラン、特に益子選手に与えたホームランっていうところが非常にもったいなかったので、
ああいう不用意な一球っていうのをなくしていけば、僕は一軍も見えてくるんじゃないかなというふうに思いました。はい、続いては2番手の阿波津投手ですね。阿波津投手はですね、コンスタントに結構三振取れてます。毎回投げる試合では奪三振を記録していて、あとは四死球もね、ここまで1個もないという形で非常に内容面はいいんですよね。ただですね、結構被打率が高くて、今日もね2安打打たれてしまいました。まあ、おそらくまっすぐの強さっていうところがあんまりないのかなっていうふうに感じるので、そのまっすぐの強さをもう少し上げていきたい。まあ、スライダーだったりシンカーの変化球は結構いいので、やっぱそこかなというふうに思いますね。まあ、試合化登録を目指していくためにやっぱりそこを上げていく必要があるかなというふうに思います。はい、続いてはですね、3番手大曲投手ですね。大曲投手はね、今日も好投を見せました。まあ、2試合続けて好投ということでしたね。まっすぐのキレも非常に良くて、まあ、スプリットスライダーでも両方ともしっかりと空振りを奪えていた。もう言うことなしの登板だったんじゃないかなというふうに思いますね。もうこのクオリティをとにかくキープしていくこと、もうそれが一軍への一番の近道かなというふうに思います。まあ、球速はもう少しね150キロ以上出せたら、まあ、なおいいかなというところですね。はい、そして最後4番手ルーキー上田投手です。まあ、上田投手のピッチング僕生では初めて見たんですけれども、まあ、真っ直ぐはやっぱりちょっと捉えられていたってところがあって、それでピンチを招いてしまいました。ただそこからですね、変化球主体のピッチングに変えた。まあ、もともと先発というところもあり、非常に球種が多いんですよね。まあ、カットボール、スプリット、カーブっていうところ、いろんな球種を使いながら、まあ、なんとかねしっかりと抑えていった。まあ、こういったね、まっすぐが機能しなかったら変化球で対応できる引き出しの多さっていうところは非常に良かったかなというふうに思います。で、あとは今日スプリットで2つ三振取れたっていうところで、やっぱりこのスプリットってところがかなり有効なボール、決め球的存在になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。あとはやっぱりまっすぐ、まあ、球速含めてもう少し力強さっていうところが伸びてくると非常にいいんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ、中継ぎでの一軍っていうところも見えてくるんじゃないかなというふうに感じました。はい、そうですね。まあ、ピッチャー陣も全体的内容面はめちゃめちゃ良かったかなというふうに思います。結局、まあ、4人で合計三振も13個取っているというところと、まあ、フォアボールもね3個のみだったというところで非常に良かったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、こういったゲームをね本当に毎回毎回できるようになっていってほしいなというふうに思いました。また明日以降の試合も期待していきましょう。で、明日はですね、高橋光成投手が登板するというところで、まあ、僕もね一応 EG スポーツの方で中継は見ようかなというふうに思っておりますので、またですね皆さんに2軍の情報もいろいろお届けしていきたいと思います。明日も楽しみにしていてください。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターも毎日更新しておりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございました。